皆さんこんばんは。最近前髪を好きすぎてハゲになったものの、このままではやばいと思って前髪の分け目の位置を少し真ん中から右側に寄せたところ、意外とちょっと合ってるんじゃないかなと思い始めた元男の子の青木かのんです。これによってハゲが緩和されたと思います。長いんだって、だから長いんだって挨拶。皆さん、青木かのんのチャンネルのご視聴をいつもありがとうございます。今回はですね、こちらの去年出した動画の続編的な内容でお届けしてまいります。まだ見たことない方いらっしゃると思うんで、一部を今から一緒に見ていきましょう。いや懐かしいな、去年の3月19日ですよ。本日は私の股間がクソいということと、あとは生理用ナプキン普段つけてますよの2本立てお話ししていきます。初見の方からしたら私のこの冒頭を見た瞬間にヤバいやつだと認定されるわけですよ。なので念のため説明しておきますと、私は元男性です。4年前に性転換手術を受けて、おちんちんを取った後に腸とかあるじゃないですか、人間って。その腸を切り取って、その一部分を再利用して女性器を作るわけですよ。こちらの動画ですね、なんと140万再生されてます。本当にありがとうございます。いや待てよ、私はこの動画で股間が臭い人とカミングアウトしたつもりじゃないのに、コメント見る限りでは明らかに誤解をされてる。これは誤解を解かなくては。私はこのままでは世間に股間が臭い人だとずっと思われてしまう。それは嫌だ。この動画を出した以来、街中を歩くたびに、あれ？YouTuber で臭い人ですよね？って、過去2、30人ほどの視聴者さんから声をかけられました。地元の友達とかもたまに LINE とか、あと同窓会とかで男女問わず、え？青木って何？臭いの？みたいなこと言われるんですよ。いや、私そういう意図を持ってあの動画作ってないんですよ。いや、またまた。どうせあれでしょ？再生数のために誇張して言ったんでしょ？私そこまでプライドない人間ではないですよ。合ってます？今の日本語の使い方。一応この私でも恥ずかしいっていう感情はあるんですよ。挙句の果てには同級生の飲み会でクソチューバーって言われるんですよ。どう思います？自分の子供が世間からクソチューバーとか。今まで私たくさんの視聴者さんにありがたいですけども、声かけていただいた時に青木かのんさんですよねっていうワード以外の呼ばれ方だと、東京ドームで大暴投した人ですよねとか、暴投の人だとか、性別変えた人ですよね、あとは臭い人ですよねって。いや、今日真面目ですよ。私怒ってますからね。で、私は、私のせいで、私以外の元男の子さんも、臭いみたいなレッテルが貼られるのが、すごい私は、ほっと申し訳ないなと思ってるんで、今回、あの動画でみんなに伝わりきらなかった部分のところを補足してお話をしていきます。さっき言った前編の動画でも、ちゃんと私は内容言ってるんですよ。ただ、その動画の視聴維持率みたいのが、なんかデータ見れるんですよ。したら大体3分2分なんですよ。後半に私は実はめちゃめちゃ重要なことを結構言ってて、なので、いやもうこの時点で、まあいいか、多分みんな見てくれてるってこと信じます。まずですね、私は臭くないです。信じて、お願いだよ、私臭くないから。まあ、ここまで断言しているんですけども、やっぱり臭い。それには理由があるんですよ。性転換手術には主に種類が2つあります。今回ちょっともう1個のタイプの種類の手術は省略するんですけども、私がやった手術のタイプは腸ありますよね、人間に腸の管、一部分を切って女性器の筒みたいなところに作り変えるみたいな、ちょっとゾッとしますよね。 S 字結腸法っていう手術なんですけども、なので皆さんがもう想像つくと思うんですけども、腸ってだってねみたいな、そういうことです。で、手術終わったら終わったで、はい、それで終わりではないんですよ。もともと男性の下半身の部分になかった穴を無理やり作っているので、例えるならばピアスの穴みたいに傷なんですよね。穴を開けたばっかの人は透明のピアスとか通したりして穴が塞がらないようにするじゃないですか、人間の自然治癒能力を防ぐためにっていう感じに。私たちも、以前も話しましたが、ダイレーションっていう
母、それを自分の人工助成器に定期的に出し入れしなきゃ穴が塞がっちゃうという、まあ、そういうことがあるんでやるんですけども、穴が安定するまでの期間、想像を絶するぐらいの血液と体液っていうか、 なんか腸の液みたい な、 なんかそういうのが混じり合った液体が大量に出てくるんですよ。ちょっと今まで感じたことのない匂いだぞみたいな、嗅いだら千年の恋も冷めるんじゃないのっていうレベルなんですね。でそれを私は臭いみたいな感じであの動画で言ってるんですよ。ただピアスって安定しますよね。人工交換もしばらく例えば安定するんですよ。ダイレーションとかちゃんとやってれば、臭い なんだろう、液体がどんどん分泌がなくなっていくんですよね。私の場合だと3ヶ月4ヶ月あたりで気にならなくなってきたんですね。そのまでは本当に人と会うのも嫌だっていうか、なんか看護師さんとかもいろんな病院とかでも人に近づくのが嫌だって、なんか匂い伝わってしまうんじゃないかっていう、普通に立ってても距離あるじゃないですか、自分の下半身まで。わかりますからね。それぐらい体験したことない次元の、例えるなら、なんかタバコの吸い殻の液体と発酵したものを混ぜ合わせたやつ。私も思い出すだけでご飯食べれなくなりそうなんですけども。あ、でもな、これな、視聴者さんにあんまり匂い伝わってないと思うな。わかった。新鮮なお魚さんをまな板の上に用意してください。で、お魚さんの胴体どこでもいいんですけども、穴を爪楊枝で。ほじくってください。そして日光当たるところとかどっかにもう冷蔵庫入れずにですよ、1週間ぐらい放置してください。で1週間後に手にこうやって乗せてって言ったら、この穴からプチュプチュプチュって出てくるでしょ。それをすぐにこうやって匂いかいて、それだからまたふざけちゃったんですけども、ただそれがずっと続くわけではないんで、これから手術する元男の子予備軍さんとかはそこまで気にする必要もないと思います。今回の動画で皆さんが私に抱いていた股間がクソいっていうあのレッテルが解消されたと思います。なんかたまにコメント欄で、いや、かのんちゃんは下ネタ動画が多いからだからこうやってみんな いじるんだよみたいな、いじっていただいて全然いいんですけど、別に私下ネタ動画出してるつもりないですからね。現に YouTube さんにも最近ちゃんと広告つくように判定いただいてますから、私はまあ少しギャグっぽくした性転換エピソード4コマ漫画みたいな、なんかそういうちょっとポップな感じに言ってるんですよ。少しでも視聴者さんからの疑問とかなるべく答えていきたいっていうのがこの活動の本望でございます。私の場合も全部さらけ出しちゃうからあんまりその恥ずかしい部分がないっていうか、ただ臭いって言われるのはちょっと嫌だなっていうのがもうそこだけですかね。もう臭いっていうのは害を及ぼすイメージですかね。電車乗ってて臭い人がいたら嫌でしょ。そういうことだ。はい、今回もちょっとふざけ倒したんですけども、先ほど前編と言ってた動画も画面の下にリンク貼ってますので、ただ私過去の動画ってあんまり見られたくないんですよ。過去は過去の自分には変わりはないんですけども、 YouTube ずっとやっていくとなんか試行錯誤しながらやっていくんですよね。今日は何々を何々でみたいな、なんかそういうキャラを作ったりとかいろいろして、で今やっとどっちかというと素にだいぶ近いと思うんですけども、なんか昔のかのんちゃんなんか気持ち悪い、なんかぶりっ子で嫌だっていうコメントもやっぱりあるから、なるべく私は今の動画ね見ていただきたいんですけども、よかったら過去の動画も見てください。少しでもこの動画が楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。秘宝です。3年半かな、共に YouTube ね人生を歩んできた相棒が壊れましたこれですね、 MacBook Air がバッテリーとかもいろいろか、もう寿命でつかなくなりました。幸いこの中に編集中のデータがなかったんで、なので良かったんですけども、ずっと編集これだけでやってたんですよ。で私にとってすごい相棒なんですよね。それがお亡くなりになってしまって、 YouTube の今編集マンもいらっしゃって、やる分担分けしてるっていうか、もう二人三脚でやらさせていただいてて、まあ私のこのやる作業の用途だったら、新たに、まあ、これももちろん修理お金かかってもやろうと思うんですけども、そろそろマシン、メインマシンを変えようかなと。 MacBook ではなくて iPad の今一番新しい iPad
ットをこれから相棒として購入しようかなと思ってます。でそのプロを使って編集してる YouTuber さんも結構一線で活躍されてる方もいらっしゃるんで、その方の、アドバイスで購入しようと思います。なのでこの後買いに行きます。まあ、それレビューするかどうかちょっと迷ってるんですけど、ちょっと考えておきます。なので今回の動画はこの辺で終わります。バイバイ。